ぴょんぴょんぴょーん。おはようございます。釣り子 TV です。今日の動画はですね、これですね、デプスの新しく出たですね、カバースキャットの 2.5 インチ、小さくなったカバースキャットですね、これをね、ミエバスに投げてみたところ高反応だったよ。まずはこちらをご覧ください。あー、バレた。あー、すげえ、カバースキャット奪い合ったよ今。おお、おほ、これ釣れた。ああ、まあ、ね、おお、ありがとう。おお、二頭連続。ミエバスキラーだな、このサイズのカバースキャットになると。いや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 、俺立ってんだけどね、みんな躊躇なく食ってくれるよ。ダブル1やばいな、これ鬼がかり。はい、2匹目ありがとう。ちょっと餌なんじゃないかなと思ったけど、これちょっとえげつない、キャットの形自体はもう、ね、絶対釣れてるんで、それで 2.5 になっちゃってるんだから。はい、というわけでまずいっすね。結構至近距離で見えてるバスどんな反応するのかなーってポイーって投げたらね、もうスーッて食っちゃうんですよね。これはやっぱね、サイズがこのボリューム感になったことによって生まれる効果なのかなってね、もう本当芋虫みたいな、まあ、なんとも言えない感じなんですけどもね。水中動画だからこうクイックイクイクイね、クイックに動いてね、それでリアクションで使ってみようとかいろいろ思ったんですけど、難しいこと考えずにもうね、見えたらとりあえず投げとくっていうね。そうすると勝手に寄ってきて、いつの間にかも口の中でもぐもぐ食ってくれてるっていうね、そういった印象だったんですが、まあ、使ってみての感想はね、結構こう塩がたっぷり入っているので餌持ちはそんなに良くないかな。ね、1匹2匹釣るとね、この口元あたりがね破れてくるので、ちょっとねここぞっていうタイミングで投入するね、どうしても坊主食らいたくないとかね、なんかミエバスいるんだけどちょっと距離があってでも小さいシルエットでちゃんと入れていきたいとかね、なんかこれなりの出しどころみたいなのをイメージして、正直ね何個かね釣り上げるまでにこうぶっ飛んでっちゃったとかねあったんで、まあ餌持ちは塩がたっぷり入ってる分まあまあそれなりだよっていうのがあります。ただね、どうしても魚を釣りたい時には非常にですね、活躍してくれるワームなんじゃないかなってね、こういう風に感じました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのねニューワームね、カバースキャットの 2.5 インチ、これでね、まあミエバスが、よく反応してくれたよって、こういった動画でした。はい、また会おうぜ。